マサトです。ミクトバンフレッテ。おはようございます。えー、こんばんはですね、えー。今日もお仕事の前の短いひと時ですけど、今日は創世記の13章ですね。えー、このアブラハムの家畜とそのロトの家畜が増えて同じ親戚ですね。お 老いのロットですけど、別れることにしましたですね。アブラハムが提案がしました。ロットが右に行くなら私は左、に、ロットが左に行くなら私は右ということで、まあお互い親戚ですね、仲良くするということで、まあ持ち物が多いということで別れることにしました。今日のこの創世記十三章の後半の部分ですね。次元説からお読みいたします。ロトがア アブラムと別れての父はアブラムに教えられた。さあ,あ、目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見,見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久に、えー、あなたとあなたの子孫とに与えよ私はあ,あなたの子孫を地の、えー、地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができる。 立て、その地地を立てと横に歩き回りなさい。私があなたにその血を与えるのだからそしてアブラムは天幕を移してヘブロにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだそしてそこに死のための祭壇を築いたはい、えー、感謝いたします今日も私の救い主,主イエス。 えー、キリストと共に歩む際は、えー、御言葉を覚えて歩みたいと思います。えー、マスアートです。マスアートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達を募集してますのでよろしくお願いいたします。次回の御言葉に触れてでお会いいたしましょう。あマスアートでした。